北側区間は東京都市計画道路幹線街路放射一号線に属しており、片側三車線四車線の幸福院道路となっている一方で、南側区間は福院十五メートル程度であり坂が多い。終点の六本木二丁目交差点。写真右側から合流してくるのが東道路で、直上の高架は首都高谷町ジャンクション。起点の線学寺交差点は、 高輪ゲートウェイ駅開業に伴う再開発工事以前は T 字路となっていた。第一景品を南側より来ると本道路は左折側となる。起点から屈曲の多い伊サラゴ坂を登った後は伊サラゴ交差点よりビク坂として下りになりビク坂下交差点で桜田通りと交差するとその北側の三差路より車線数が大幅に増える。この三差路では 南南西より支線が合流するが、終点側から来ると本線は分岐側の様相を呈している。終点側から直進して支線に入ると、南側の八木日丁目交差点で桜田通りと合流する。支線と本線の分岐を通過して、すぐの古川橋交差点から終点までは、通称、麻布通りが付与されている。また、 古川橋交差点から東側に首都高速が並行し、さらに北側の新一の橋より先では直上へ移って、くる。その後も緩やかな屈曲を繰り返し、終点の六本木二丁目交差点では北に向かって、六本木通りと合流する。並行する道路に、首都高速都心環状線、首都高速二号目黒線があり、 首都高2号線は東側に並行するように走っているが、市の橋ジャンクションからは、道路の直上を走り、谷町ジャンクションまで続く。2015年3月30日区により設置された、麻布通りの道路名表示六本木二丁目交差点、古川橋交差点間に、麻布通りの名が付与されている。これは、港区により命名され、2014年9月に、 とから承諾を受けたものだが、戦後に整備された比較的新しい道路なので、広く周知された、通称名は特に存在しない。旧来のものとしては、道、大寺前イサラゴ交差点間にイサラゴ坂、ビク坂下交差点イサラゴ交差点間にビク坂、新一の橋交差点イイクラ片町交差点間の、長い坂に、長坂、という名称がついている程度である。 谷町古川橋間を高阿佐部線や放射一号線と呼ぶ人も稀にいるが、これも一般住民に浸透した通称ではない。五丹田方面から桜田通りを直進すると、この道路に入るため、この道路を桜田通りと誤解する人もいる。麻布警察署ではこの道路を谷町志田町線と呼んでいる。ありがとうございます。